液体ミルクは通常の粉ミルクと違って開封後はお湯などを使うことなくそのまま飲ませることができます。ヨーロッパなどでは広く利用されているものの、日本国内ではこれまで製造が許可されておらず、今年8月にようやく解禁されました。発表された液体ミルクは母乳に近い栄養成分で作られ、常温で6ヶ月ほど保存できるということです。江崎グリコは今後商品化を申請する予定で、承認されれば国内で初めてとなります。